おはようございます。いやー、ジェット君、今日もツーリングに行くよ。よいしょ。とりあえずガソリンを入れようかね。よいしょ、いいよ。キッチュー、ガソリン GO。 今日は上まで入れるよ。よっしゃ。ピッ、よし、よし。速そうなバイクだね。Z 君、お腹はいっぱいになったかい？あのバイクは何だろうね。ホンダだね。ヘルメットに祭りって書いてあるよ。いやー、走ってないと暑いね。蒸し暑さがもう半端じゃない。今日はね、ツーリングなんですけども、鈴木の刀を乗ってる方がですね、色を塗り替えたんですよ。塗装ね、タンクから全て、西部警察の舘ひろしの刀なんじゃないですか、ブラック刀、あのカラーにしたということで、それを今日取りに行くということなので、自分もちょっとお付き合いでちょっと行ってみようかなと思っております。それでですね、その刀を取りに行く時間がちょっといろいろあるので、昼飯食ったり、ちょっとまあ江ノ島の方とかね、そっちの方も行ったら楽しいんじゃないかなということで、今日はそんな感じのツーリングでございます。ちょっと待ち合わせの時間まで早かったね。早く家を出過ぎてしまったかもしれない。しかし遅れるよりはいいでしょう。今日もいつものセブンイレブンで待ち合わせだよ。いやー、天気良くなったね。天気良くなったけど、この蒸し暑さがね、体に今日は応えそうだな。今日はちゃんと水分補給をしないとまずいな、これはね。いや、もう走ってないと暑いんですけど、でも走ってでもちょっとこれは汗が出てきてしまう感じなので、結構この気候はやばいな。晴れた晴れた。ずっと天気予報はね、雨だったんですよね。それがです、昨日ぐらいから晴れマークが出始めて、晴れましたよ。それでは後ほど。
間かかるとちょっと柔らかくなって冷えると固まるみたいなのがあるんですよ。なんでカバーかけるときはできるだけ冷めてからの方がいいはいいかもしれないですね。あとソリッドも黒なんで、まあ、この先この状態を維持するのがなかなか大変になってくると思うんですよね。だからまあワックスと、あとワックスタンジマン、よいしょ、 GSXR よっしゃ、全速いてのお世話になりました。さあさあさあ、刀の引き取りが終わりました。これから江ノ島に向かいます。みんなはどこに行っちゃった？あ、いた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 、開始、どうぞ。いいの？はい、よ、自分の前には舘ひろしが走っております。黒ピカリが走っております。泣かないで泣かないで。途中でスタンドやろうかな。はい、スタンドあればやります。まだ大丈夫ですけど、あと30キロ。谷さんのタンクのガソリン容量は？谷さん大丈夫なのガソリン？あ、そうか、入れた方がいいかもしれないですね。あまり少しはね、入れずに行ったんで、うん、じゃあ入れないとダメです。いいね、黒いの。いいね、黒いの。俺のオイルを浴びてもらって。いいな。みんなバイクが進化してる。いいな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 。あっちいっしょ、暑い、すげえ黒だ、ピッカピカだ、新車だ新車。いやー、走ると涼しい、止まると暑い。泣かないで泣かないで。ここ、お、すげえ人気。ここですね、ここ右です。今のラーメン、はい、ここ右曲がります。あそこは何ラーメンなんだろう。すげえカーブだなこれ。しゃー、これ誰かインカム繋がってんのかな。繋がってますよ、繋がってますな。ラッサンが入んないみたい。ラッサン入んない。ラッサン入ってます。あ、返事がない。泣かないで刀。泣かないで。刀を撮影しないと。もうあれだよね。股の開きっぷりが舘ひろしだよね。タネさんは繋がってないかな。うん？ワッサンが繋がってないのかな。ワッサン繋がってないですね。うん、繋がってない。あれワッサンどこに？あ、後ろに。切れてしまったみたいな。ブラックカタナ。熱い。ブラックカタナ。渋いぜ。危ね。いやー、止まりたくない。暑いから止まりたくない。この辺は第三景品で見る景色だね。おー、かわいいね、かわいいね。あ、海だよ。わお。しかし混んでんね。いや、混んでんな海も。これはすり抜きまずいかな。一風堂あるんすね。ね、一風堂ある。なんならこの先ずっといたとこに映画館もあるんだよ。え、なにこれ、おしゃれ。ここの一風堂トライです。いや、海だよ、海海海海。いや、いいね。いや、久々に来たの。お、来た、ゾクゾクしてる。おー、GS GS400 いい。
海の家バリバリやってんじゃないですか。うん、やってますね。いや気持ちいいね。水着ギャル最高。水着ギャル。イエーイ海。あー、絶対やりたい俺も。いいね海。おい、3つ終わった。新しく止まった、ここ。ここ朝来るとこ繋がってるんですよね。へぇー。あ、ジェットやってる。違うのかな。あっちはジェット。あっち側ジェットやってるんですよ。これどっか駐車場あるんですか。駐車場この先か、路中か。先ずっと行った突き当たりのとこに駐車場があるんですけど。いいな、ジェット。乗りてぇな、俺も。もう江ノ島海汚ねえからな。いいね海。はあ、暑いわこれ。お、なんか来た。お、来た来た。ゾク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 。これ何待ちだろう。これ多分行っちゃった方がいいかもしれない。本当ですか。行っちゃいます。お、マックス。おお、すごいね、人。ブランデリミテッド。人いっぱいおるね。これ駐車場待ちか。駐車場待ち。ああ、そこ入れっかな。もう入れねえか、ここ。ここ止められればここが一番良かったんだけど。あ、みんな止めてんな、でもここ。どうやって入るんだろう。止めれそうですけどね。止めれそうっすよね。止めてもその先に有料があるんですよ。いろいろいます？いろいろじゃないですか。はい。え？いけないの？あ、入れない。入れない。入れない。なんで？どういうこと？どういうこと？どういうこと？入れなくなっちゃった。入れないですね。どうしますか？あそこに無理くり入れちゃいます？入れますか？はい。みんなどうやって入れてるんですかね、これ。あの間から入れてるんじゃないですか。間から行ってますか。これ入れちゃっていいのかな。みんな入れちゃってるけど。えい。えい。えい。普通に入れ止めてね、ここ。えい。これ倒れそうだな。倒れそうじゃないですか。あじ到着。
Z くん、今日も暑いね。いや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 、っていうか昨日の続きがしたくて。 GO。 昨日ですね、まああの、友人の鈴木の刀を、塗装塗り替えで引き取りに一緒に行ったんですけども、カラーはねブラックになったんですよ。鈴木の刀舘ひろしバージョンですね、西部警察のあれにしたくて、で昨日引き取りに行きまして、でそのまま江ノ島に行ったんですよ。で江ノ島に行って、自分はですね、タコせんべいを食べて、その後にたこ焼きを食べてっていう、なんでしらす丼食わんのっていうねあっちに行ったらしらす丼だろうみたいな、で行ってきたわけですよ。それでですね、帰りになんだっけ帰りにこう、すごいねこれ、オリンピック村になってんね。すごいね、道がなくなっちゃってる。で帰りにですね、めっちゃめちゃ豪雨になりまして、あんだけね暑けりゃね、そりゃ雨も降るわみたいな、もうスコールってやつですか、それでカメラが回せなかったんですよね。でカメラが回せなかったので、で今ちょっとその代わりに回してみようじゃないかと思って、回してるとこであります。いや、まあそれでまあ無事に帰ってきて、帰ってきてみんなで、居酒屋で飲みましたというね、感じで昨日は無事に帰ってきて、居酒屋でみんなで飲むのがもう最後に飲むのがツーリングですからね。すんごい混んでんな。な感じで、次の日になってしまいましたが、この辺で動画を締めさせていただきたいと思います。で今日はですね、ちょっと私時間があったので、ちょっとバイクを洗車しに行ってまいりました。 Z 君綺麗になってよかったね。というわけで、ご視聴していただき誠にありがとうございました。また次の動画でぜひお会いしましょう。さようなら。なんだっけ、少ない、まだもうちょっと。